ジョシュア・レナードはアメリカ合衆国の俳優。1975年テキサス州ヒューストン生まれ。母親は作家で父親は演劇を教える教授だった。父親の仕事の関係もあり、幼い頃に舞台への出演経験もある。しかし、その後はしばらく演劇から遠ざかっており、16歳からメキシコや南アメリカの国などで ボランティア活動を行ったりしていた。アメリカへ帰国後は、ワシントン州にある、ザイバーグリーンステートカレッジへ入学するも、少しして退学。退学後は、写真家として活動した傍ら、ニューヨークフィルムアカデミーで学びながら、いくつかのマガジン誌のスタッフとして参加した。1998年に低予算のホラー映画、ブレアウィッチプロジェクトのオーディションを受け、魔女伝説を追う。 ドキュメンタリー映画クルーの一人の役を獲得。6万ドルという低い予算で制作されたにもかかわらず、全世界で2億ドル以上の工業収益を上げ、その後量産されている POV 方式のホラー映画の先駆け的映画にもなった。エナード自身も同作品でデビューして以来、テレビや映画などで活躍しており、キャリアを順調に重ねている。2015年、アリソン・ピルと結婚。 ありがとうございます。